せて建築、はい、どうもさん、こんにちは、ジャブです。モーです。モフです。ジャブです。トです。タツです。ドキリです。はい、というわけでみんなで建築シリーズ第2弾です。第2弾、で今回のお題はね、動物園ということで、どんな動物園になるのか、いや楽しみですね。はい、楽しみだな。じゃあ後ろ見てください。ダーン。ん、なんだこれは。今回ね、僕たちが作る動物園の残骸になってます。残骸言い方すごいな。さあ、じゃあ行ってみましょう。すごい、もう看板にも草入っちゃって。確かに。お前疲れてない。でも見ての通りね、動物がいません、今のところ。はい、動物いるよ。え、カエルがいる。本当だ、本当だ。あれ、島さん。お店の人やってる。なんだバイトしてるじゃん。何やってんのお前。知り合い、気ばかりかもしれない。まあ今ね、砂のね、めちゃめちゃ高い塔が立ってるんだけど、まあ、ここが一人一つのスペースっていう感じになってて、で、この中にですね、僕たちは今から動物を作る、まあ、一人一つの檻を担当してもらうという感じです。はい、はい、建築途中は、一切相談なしというルールでやっていきたいと思います。なるほど、なるほど。まあ、だから前も言ったけど、まあ、めちゃめちゃ被っちゃう可能性あるね。わっ、カエルカエルカエル、ヘビヘビヘビみたいな。なんでヘビなんだよ。カラフルピーチはヘビ大好きなんでね。知らない知らない。よし、じゃあ場所決めてこっか。さあ、どうしましょうかね。どうしましょうかね。あ、え、結構広いね。だいぶ広いね。広い、結構広いよ。本当広い。え、ちょっと待って、真ん中でかいぞ。真ん中でかい。なんか今回あれだね、場所によって形も全然違うし、大きさも全然違うね。いびつだね。いびつな形多いな。え、待って、ここ家あるんだけど。家か。え、なにこれ。家ね。飼育小屋みたいのがあるよ。あ、これも改造していいのかな、この柵内にあるから。うん、まあまあまあ、ここを活かせたらいいね、この場所。うん、はい、じゃあこんな感じで位置決まりました。よし、みんな頑張ってこう。よし、やってみろ。というわけで制限時間1時間でやっていきたいと思います。レッツゴー。イエーイ、レッツ動物園。皆さん、どういうのを作るんですか。ダメそれダメなんですよ、それ。危ない危ない。いや、ドアさん、ドアさん言ってくるから。いや、ドアさん危なかったよね。危ない危ない、ほんとに。でもちょっと、まあ前もやったんだけど、動物園って言ったら何の動物がいるかっていう話、何が欲しいかぐらいはさ、いいんじゃない。全体意識としてさ、相談ではなくて、やっぱりあれやんな、どう思うねって欲しくない。どう思うねって。あー、欲しい。どう思うしりね。確かに。なるほどね、コアラ。うんうんうん。ちょっとコアラのイメージないから。マニアックじゃないか。どう思うかも分からんけど、あんま知らんから。あんま詳しくないから分からんけど。顔はのほほんとしとる、あいつ。握力めっちゃ強くても、そんな怖くないわ、あいつは。やっぱ、バランスよくいてほしいね。そのさ、あの、癒し系とか、あの、どう思う系、のほほん系、草食系みたいな。結構バランスよく欲しいな。はいはいはい、なるほど。それ大事かも。いや、むずいなぁ。むずいよこれ。うん、まあ、でも多分な、ノアさんどう思うねんついかへんと思う。大丈夫大丈夫、多分のほほんとしてるよ。めちゃめちゃ怖いやつ作ろうかな。やべえ。ティラノサウルスとか。動物。これはね、面白いとこだよね。そのかぶっちゃうみたいのがさ、その前回ね、俺とナオリンでゴーゴーかぶりしたから、アトラクションはかぶりなかったけど。アトラクションはいい感じやったのにな、ゴーゴーかぶりっていう。まさかそこかぶっちゃうみたいなね。醍醐味かな、この醍醐味だよ。はい、というわけで1時間経ちました。それではね、早速動物園の方見ていきたいと思います。パチ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 。いや、めっちゃ楽しみ。楽しみ、楽しみやな。うん、というわけでね、オープン記念ということで、僕たちが先行体験で見ていきたいと思います。おー、いいねそれ。ね、動物園の名前どうする。ニーランド。ダメ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 。ユニバーサルスタジオ。ダメ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 。動物園じゃねえ。両方とも遊園地。確かに。カラピチェン、カラピチェン。あ、カラピチェンね。カラピチェンにしましょう。じゃあ、というわけで行っていきましょう。はーい。はい。
一番手前にあるのはこちら江戸さんの作ったとこかな。そうですね、これはね、はい、入り口の一番近いとこですね。ではオープンしてください、どうぞ。おかわいい、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 わかりますか。え、リス。正解。めっちゃかわいい。かわいい。かわいい。はいはいはい。木の実持ってるやん、リンゴ、ほら。ほんとと、持ってる。かわいい。あれ、この子何してんだ、もう。木の椅子に座ってます。おっさん座りしてる。おっさん座りしてる。確かに。よっこいしょ。おー、火から取ってるのか。そう。あー、ほんとはここに実になってるね。池とかも作ったんだね。水浴びできるようにしないと。ああ、なるほどね。ここで水浴びして、あ、いいですね。あ、いいな。最初いいね。小動物から入っていく感じ。うん。可愛い系ですね。可愛い系ですね。じゃあここら辺は他のも作るとしたら可愛い系ができるのかな。そうだね。小動物かな。やっぱ最初は。わあ、いいね。いいスタートだこれは。いいですね。いいスタート切ってるね。ここでかき氷買ってね。リワちゃんかき氷ね。買って見ることもできるわけですね。いいじゃないですか。子供に人気のエリアになりそうだね。では続いてですね、メインに行く前にこっちのね、ちょっと遠いあそこに行きましょう。はいはい。でっかいアーチみたいなのをくぐって、さあこちら誰ですか、作ったのは。ここ僕ですね。お、もっくん。オッケー、僕が作った動物どうぞ。おおおおおおい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 、はいはいはい、鳥。これはですね、オオワシです。オオワシ、オオワシ、すげえ、すげえな、すごい、いいぞいいぞ、え、めっちゃいいやん。あ、すごい。これあれなんだ、周りのフェンス変えたんだね、見やすくなってる。そうです、見やすくしました。すげえ、木に止まってるんだ。お、いいね、かっこいい。かっこいいな、これ下から見た時の迫力いいですね。うんうん、かっこいいぞこれ、なかなか雰囲気に合ってるね、周りの。うんうん、はいはいはい、そうそう、めっちゃいいや。じゃあここは鳥で揃えたいね、他のもね。うんうん、あー、いいねいいね、揃えたらいい感じ。真ん中が一番かっこいいので、周りはちょっと可愛らしい鳥とかもね。あ、確かに。めっちゃいいじゃん。なんか雪積もってるけどさ、オオワシって寒いとこにいるの？そう、オオワシはね、実は日本だったらの北海道とかの方にいるような。じゃあそういうとこちゃんとこだわってんだね、ノアさん。埋もれた、大丈夫大丈夫、埋もれた。そう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 、なるほどね。翼が食われてる、食われてる、翼が食われてる、やばい、やばすぎる、ボックスされちゃった。いや、これいいね、すごく。おっと、素晴らしい、すごい、いい感じに続いております。次からカップリスクが倍ですよこれ。そうだね、どんどんね、後半に行くにつれね、かぶりやすくなる。やめてくれよ。では続いておメイン行きましょうか。ど真ん中、おメインいっちゃいますよ。おメインいいっすか。はい、おメインここか。はい、お願いします。いきます、ドン。はい、お、何もいない、なんだなんだ、下に、お、あー、うまっ、え、めっちゃうまい、すげえ。おメインカバーで、カバーいいね、メインカバー。いや、でもめっちゃうまくない？めちゃくちゃうまい。すげえこれ。え、すげえ。これめっちゃ見応えあるね。いろんな角度で見たいな。あっちにもいる。あっちもなんか、あっち口開けてるよ。めっちゃ開けてるぞ。こっちのカバー。カバーって口めっちゃでかいんだよね。めっちゃでかいよね。ほら、うめえ。すげえ。うまいね。かわいいし。うま。え、これ何、この目の前のやつ、これなんだ、これ何、これもう岩みたいなデザイン、岩かと思った。でかすぎる、体でかすぎでしょ。めっちゃうまいね、すごいわ。めちゃくちゃうまい、よかった。ちょっとでもメインカバーって感じだけど、メインカバー、え、カバー見に行ってんじゃないの。カバー強いからね。カバーって強い、強いとか言うもんね。そう言われてるね。だから作ったの。そうやね、当たり前よ。ではね、ちょっとね、まあみんなの見てく前に、せっかくね、なんか施設みたいのがあるから、ここはちょっと関係ないけど、せっかくだしね、ちょっと見ていこうかね。やったー、お土産コーナーか。お土産コーナーですね。すげー、
何買って帰ろうかな。え、これ結構可愛いのいっぱいあるね。あ、ハチさんあるよ。え、何あれ、ハチさんあるよ。あ、読んでた。お、ちょっとこれは買えるのか。なんかいろんなのいるね。いいね。あ、カメいる。いいね。こうやってお土産ショップ寄れてね。いっぱいあるな。かわいいな。カババいないんじゃないかな。カバ。これ2階はなんだ。あ、2階に行けるの。2階にカバ。2階にカバ。カバが。いる？カバない。なんだこれ。あ、やっぱライオンとかトラとか。あ、かっこいいな。そうだね。まだライオンとかトラとか来てないからね。あ、そう、そこら辺絶対いりますから。絶対いりますよ。絶対いるよ。猿とかもまだいないしね。キリンとかゾウさんとか。うん、ちょっと見ていきましょうか。じゃあ一回降りて。行っていこう。はい。じゃあ次はね、こっち右ですね。はいはいはい。じゃあ続いて僕が担当したお家があるんですね。そうそうそう。はいはいはい。お家ね。はいはいはい。ちょっと結構ね、こだわったので見てほしいです。というわけで、僕が作った動物見ていきましょう。オープン。おお、なんだこれ。アマゾンの奥地みたいな感じをイメージしました。なんかいる。いないいない、誰もいないわこれ。え、何もいないよ。え、ちょっとジャバさん、動物作るんじゃないですか。あれ、動物は。あれ、何もいないよ。え、なんだなんだ、なになになに、泣いてるのそれ、笑ってるの。泣いてんの。作りやすいだ。ねえ、放送しかや。めちゃめちゃ頑張ってるのはわかるね。うん、これすごいけど。メインじゃないんだよね、これ。すごいんだけどさ、メインは。ちょっと。え、ちょっと待って。嘘。嘘や。待って、やった。何？あれなんよ、そう、これアマゾンの奥地なんですよ。設定分かった、設定は。分かった、分かった。アマゾンの奥地に何がいるんですか？で、動物は？で、ね、まあ本当はあそこら辺にワニがいる予定だったんですけど。あ、ワニ。今作ろう、今作ろう。ちょっと待ってね、カット入ります、カット。ちょ、あの、俺、ちょっと、あのさ、あの、今パパッと作って、SC をやらせ、やらせ。やばやば。やば。あの、開けるとこからお願いします。いやらせだ。はい。ですね、では、僕のをね、ちょっと見ていこうか、みんな。おぉ、あ、そうだね。何ですか？ちょっとそれは見てからの楽しみということで。じゃあ、開けてもらいましょうか。オープン。おぉ、なんだこれ。なんだ、そう、アマゾンの奥地です。おお、すげえこれ。え、めっちゃ撮ってる。はい、ワニでーす。かわいい。かわいい。ワニとかわいいぞ、でも。普通にかわいい。マジ？マジ？え、めっちゃかわいくない？いいじゃん。すごいね。1分クオリティ。1分クオリティ。え、なになになに？あ、うん。うんうんうん、もうてか普通に悲しい。コメント欄ですごいって書かれる予定だったのにさ。ある意味すごいよ、すごいって書かれる。ある意味すごいよ。動物作る企画で動物作らないっていう。メインいないっていう。やっちまった、何してんだろうな。やっちまいましたね。この家とかもさ、浮かしたんだよね。最初地面に変わった。すごい。マジ全体的に変わってるもん。こだわってます。そう。こだわりますね。こだわりポイントはわかりますけど。そう。じゃあ今のラインアップをちょっとおさらいすると、リス、オオワシ、カバ、ワニということで。ジャンルは結構みんなバラバラ。まあジャンルは確かに。いいんじゃないでしょうか。頼みます。ライオン、トラ、ゾウにキリン。どれか入ってほしいな。いやもう。どれか欲しいな。誰かこれ一個入っててくれ。さあ、じゃあ次俺のね、隣のナフにちょっと。僕ですね。見ていきましょうか。頼むよ、頼むよ。くれよ。頼むよ。動物園を知り尽くした男のおきり。お。開けましょう。はい。いきます。お願いします。ドン。ゴリラで。ゴリラだ。わあ、いいねいいね。いいねいいねいいね。うん？うん？なになになに？上の何ですか？これ？これはまあとりあえず
そのロードを住んでもらえればわかると思う。ロードロード。あ、西ローランドゴリラ。西ローランドゴリラです。オス 1.8 メートル。あ、なんか書いてあるんですね。へ、はい。面白い面白い。めっちゃいい。体重200キロだって重っ。おお。あ、これさ、すごいね。これ見て。下もガラスのパターンだよ。上も。おお。めっちゃいい。え、これさ、これすごい良くない？これいい。どんな動物園真似してくるかもよ。学名ゴリラゴリラゴリラ本当に本当に、はい、ゴリラゴリラこれは本当これは本当ですこれは本当やな、これは本当だ。血液型 B 型B 型です。で右の行ではオス13歳、ゴリあゴリイケって名前なんだ。ゴリイケって名前ですね。ゴリイケね、名前つけてあげないと。で左の子はなんて言うんだろう。ゴルマジオンゴルマジオン。いや、こっちの方が先輩なんだな。あー、先輩ゴルマジオンとゴリイケ、はい、いいね。で寿命の説明も書いてあって、へぇ、うん、結構長生きするんだね。なるほどね。結構長いですね、ゴリラって。ゴリラは求愛行動で糞を投げる。ん？あれ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 はそうですね。おっと。俺フン。俺たちに向かって投げてないこれ。やばすぎよこれ。求愛されてる。逆行動ですこれ。やばい。飛ばさないで。左投げなんだね。左投げです。さあでは次はここゴリラの、前を通りましてこちらですね。次ノアさんかな。はい。さあじゃあノアさんの動物見ていきましょう。どうぞ。お、かわいい。かわいい、かわいい、かわいい、かわいい。レッサーパンダだ。すげえ。めっちゃかわいい。なんかケーキがある目の前に。はい、あの子誕生日。あ、そういう方ね。誕生日。ああ、そう。背景設定。かわいい。あるよね、それ誕生日めっちゃお祝いするみたいな。ありますね。動物園。レッサーパンダ、俺結構動物の中でも。超好きな。いや俺も好きだね。いやわかる。どれも好きそうだなめっちゃ。ああ確かに好きそう。え超バランスいいやん。バランスはめちゃめちゃいい。神ですよ。来てるぞ。これ動物園のこの癒しキャラみたいなさ、いるじゃん名物の可愛いキャラみたいな。いますねうちのレッサーパンダちゃんが。カラピチェーンのアイドル。レッサーパンダちゃんいいね。さあじゃあ次行きましょうか。次最後です。最後ですね。来るぞ。柴さん。大鳥ですねこれね。ライオンがいない。ライオン頼むよ。確かに。銀でもいいよ。おお。ライオントラ。任せてください。行きますよ。はい。ライオントラ。お願いします。オープン。え？ああ。はい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 。おお。まあ、ライオンでもあり、トラでもありますね。いや、違う。違うそれは違う。いやいやいや。フラミンゴ？そうですね、フラミンゴです。ええー、かわいい。待って待って待って。芝さん、こういう建築できんの？まあまあまあ、俺もちょっと本気出せばね。おちょいのちょいですよ。普通にすごいね。後ろのフラミンゴがハートしてる。ね、ほんまや、すごい。写真撮れるぞ。ハートなんですよ。写真撮れるぞ。バイスポットだ。バイスポットやん。いや、そこ入れないけどな。そこ何の部分？フラミンゴの。喉仏の部分フラミンゴの喉仏に乗るな。あそこで写真撮った人は結ばれる。いや撮れない。おーやった。撮れないよこれ。フラミンゴの赤ちゃん。あそう赤ちゃん。え赤ちゃんめっちゃ可愛くない？かわいい。赤ちゃんとかわいい。あとは客目線ファンサしてくれてんだねこれ。そうそうファンサしてるこれ。羽も広げてね。ファンサだなこれ。あとねこれ一羽だけね白いのいるんですよ。すごい。なんで？あの醜いアヒルの子ならぬね醜いフラミンゴの子。いいね。そんな感じでストーリーがあるんだねちゃんと。ストーリーあるんですよ。白も可愛いです。白も可愛い。え、てか俺子供が可愛すぎてちょっとやばい。うん子供可愛い。誘拐したいもん俺。可愛い。誘拐するの？可愛い。ダメだよ。正直めっちゃキモいの来ると思ってた。うん。ダンゴムシですとか言ってくるかな。え、ちょっと待って、芝さんすごいね。ね。こういうのできるんだ。できますね。だからこれ、ノアさん、エトさん系じゃん。確かに。あれもしかして、ノアさん、エトさん系だったもしかして。並べるよ。あー
かわいい建築担当。いけるいけるかわいい建築担当。でもなんかさ、あの動物園と言ったらみたいな動物はさあまりいなかったけど、結構動物園としてはめちゃめちゃいいんじゃない？見栄えるよ、いいよね。動物園としてはしっかりしてる。はい、というわけでね、みんなの動物見てみたんですけど、いかがだったでしょうか。今回も大成功ということでね。大成功、いったでしょう、これは成功。はい、というわけでですね、お気に入りの動物がいたらぜひコメント書いてください。というわけでね、最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、バイバーイ。バイバーイ。